護衛艦出雲とかがが戦闘機艦載に向けて回収を行うことはみんなも知っているよね。そもそもこの二艦の回収が進められることになったのは、尖閣諸島に対する中国のプレッシャーがかなり強まっていることにあるからな。ほぼ毎日領海侵犯を行うのは当たり前だし、挙句の果てには日本の EZZ において経済調査を強行するなど、まさにやりたい放題の中国だからね。尖閣諸島に手を出してもアメリカは黙っているだろうと思わせてしまえば、中国は明日にでも尖閣諸島の実効支配に乗り出してくるだろうしな。そうではなく日本だけでも十分守りきれるとプレッシャーをかけることが、今の日本にできる防衛ってわけだね。そんな日本の防衛において出雲加賀が果たす存在は極めて重要なんだ。急がれる二艦の回収計画が、スムーズに進行することを願わずにはいられないよ。さて、今回は、護衛艦出雲加賀の F-35B 戦闘機艦載に伴う回収計画を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本においても、垂直離着陸が可能な F-35 ライトニング2 B 型戦闘機の導入が急がれている中、甲板耐熱加工の試験も完了した護衛艦出雲が、次の定期点検時には艦首をスクエア型へ変更するプログラムが予定されているみたい。実際、F-35 ライトニング2 B 型戦闘機の納入までには時間を要するため、その間に艦首の回収工事と甲板のスクエア型への変更、これらの回収を先行して着手することは決まっているんだけど、その理由は戦闘機及び乗組員の安全運用に最良だからとされているんだ。2020年9月末には、2022年度の防衛予算の概算要求が発表され、その中に海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦出雲と加賀を、航空母艦に回収するための必要経費として約230億円がしっかりと掲示されていたことから、2022年にはすでに具体的な回収に着手することが確実に予定されているようだね。この3つの護衛艦を航空母艦へ回収する際、艦上の全通飛行甲板に F-35 ライトニング2 B 型戦闘機を艦載することを想定すると、まず必要になる回収が耐熱加工となっているよ。どうして耐熱加工が必要なの？ F-35 ライトニング2 B 型戦闘機は、離発着時に非常に高温の排気熱を放出するため、既存の甲板では運用に耐えられないことから、甲板に耐熱加工を施す必要があるんだぜ。この回収について、出雲は2020年3月から、ジャパンマリンユナイテッド社横浜工場で飛行甲板の耐熱工事を施して、2021年6月には完成させているよ。さらに、2021年11月にはアメリカ海兵隊岩国基地の F-35 ライトニング2 B 型戦闘機と合同の訓練を実施し、四国沖の太平洋で実際に離発着訓練を行い、成功させているんだ。自らの訓練を世界中に公開するということは、それだけ自信があると同時に、日本が空母を所有することを対外的に宣言する意思が見て取れるよな。回収後の出雲に、外観上の変化はほぼないんだけど、甲板を見ると従来のヘリ運用に必要な白いライン表示に、F-35 ライトニング2用の黄色のラインの表示が追記されており、同様の運用を可能としているアメリカ海軍の強襲揚陸艦に類似していることがわかるんだ。また別に、進行方向へ向かって右翼に環境構造物が設置されているんだけど、前とした黄色のライン表示が邪魔しないように、左翼端に近い位置に引かれていて戦闘機の滑走距離の確保を図りつつ、安全にも考慮されているみたい。そして、さらなる回収部分は甲板の形状変更だね。収益後から現在まで出雲の全通飛行甲板の先端部分は台形だったんだけど、F-35 ライトニング2 B 型戦闘機用の黄色いライン表示の先をたどっていくと、艦首部への距離が短くなってしまうため、今後は幅を拡張して長方形に改良していく予定とされているよ。実際には、2025年から始まる2回目の大改修において出雲の艦首部分改良を行う予定で、合わせて加賀は2022年春以降に耐熱加工と甲板の形状変更の改修工事を同時に行う予定となっているみたい。第一段階の改修工事を終えた出雲は、今までのように哨戒任務や各種訓練公開などを再開させつつ、近いうちにはアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 戦闘機を発着艦させる運用試験を始めるんだって。この運用試験は極めて重要で、飛行甲板での固定翼機運用方法はもちろんのこと、空母や揚陸艦として艦隊運用する未知の世界を、海上自衛隊はしっかりと学ぶ必要があるぜ。そのために、アメリカ海軍や海兵隊の協力を得て共同訓練を積み重ねることで習熟していく必要があるってわけだな。また、艦載機を運用する航空自衛隊においても、F-35 ライトニング 2B 戦闘機の操縦訓練をはじめ、連動を高めていきつつ、最終的には自衛隊オンリーで総合訓練を行って、
正式運用をスムーズに行うための準備が進められることになるってわけ。両者が組み合わさり、順調に運べば2024年には、空母出雲加賀が収益することになると思われるけど、F-35 ライトニング 2B 戦闘機の購入スケジュールなど、影響を受けることは多数あり、アメリカの事情によってスケジュールが変わってくる、などのことは十分にあり得るね。ちなみに、アメリカ製の F-35 ライトニング 2B 戦闘機の汎用性は、世界的に定評があり、特に短距離離陸も垂直着陸での運用ができることが、大いに役立つと言われているぜ。垂直離陸着陸に関しても物理的には可能とされているが、離陸時に搭載できる燃料や兵装の量を考えると、短距離離陸での運用にした方が負担も少なくなるので運用効率も良いと言われているな。先ほど改修計画で触れたんだけど、出雲や加賀の飛行甲板の先端を拡幅して長方型にする理由は、アメリカのワスプ級やアメリア級の強襲揚陸艦と同様のスタイルとされているよ。その方がアメリカ式運用術をマスターするのに適しているし、共同訓練の過程でお互いの戦闘機がお互いの空母に離発着することを想定すると、共通項を増やしておくことが当然と言えるからだね。だけど同じ F-35 ライトニング 2B 戦闘機を搭載しているイギリスの航空母艦クイーンエリザベスの飛行甲板はアメリカや日本とは異なったスキージャンプ式の発艦装置を装備しているよ。これは発艦時の連続発艦を効率よく行うなどの事情により設置されているものなんだけど、発艦方法もスムーズに行えるとも言われており、軍事アナリストの間では出雲加賀もスキージャンプ式の発艦装置に改修をした方がいいのではないかとの声も囁かれているんだ。とはいうものの、それはあくまで今後の運用面を考慮して決定されるべきだな。出雲や加賀は空母オンリーの運用だけではなく、対潜哨戒任務を中心としたヘリ運用も考えられているため、必ずしもスキージャンプ式の発艦装置が必須ではないとも考えられるぜ。すでに出雲加賀の船体前方下部には、対潜戦闘用の大型ソナーを設置していて、その位置にスキージャンプ式発艦装置を設置してしまえば、艦艇のバランスが崩れてしまうからね。最悪の場合には艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態を招く危険性も考えられ、台風発生時などの荒天時は波の影響を受けて転覆のリスクも高くなってしまうからな。出雲加賀の運用にあたって、日本政府は常時 F-35 ライトニング 2B 型を運用せず、必要な人に組み合わせて必要な機体を搭載すると明言しているよ。そのため、F-35 ライトニング 2B 戦闘機だけでなく、従来の SH-60 型対戦哨戒用ヘリコプターを搭載しての体制も併用させる意向にあるみたいだから、対戦哨戒任務の重要性が非常に高いことが伝わってくるよね。たとえ出雲と加賀が航空母艦に改修されたとしても、これらの理由からスキージャンプ式発艦装置が設置されることはないってわけだね。漫画家川口海二氏の名作空母いぶきのような空母が登場しないってことで、一部の間に合わさず悲しかったことだろうと思うよ。あらゆる改修を行ったとしても、F-35 ライトニング 2B 戦闘機を運用するには、クリアしなければならない様々な課題があるよ。その一つには、製造元のアメリカへ行き母艦となる艦艇を派遣して、運用可否について認定を受けなければならないことだね。2022年には出雲が当該試験を受ける予定となっており、これだけを見ればお金と時間のかかる戦闘機だと思ってしまうんだけど、その手間をかけてでも絶対に実用化したい。そうしなければ国防の充実が図れないと考えているみたい。この試験の段階で、出雲の飛行甲板工事は未完了ではあるものの、この状態でアメリカから運用認証を得ようとしていることを鑑みると、F-35 ライトニング 2B 戦闘機自体の運用そのものには大した影響はないと思われるから、とにかく試験に無事に合格してくれることを願わずにはいられないな。ちなみに、日本政府としては空母化する艦艇出雲加賀の2艦のみと明言しているぜ。それはもう空母はいらないと考えるのか、間に合わせの空母はこれだけと言っているのか、どっちなのかは不明瞭だよね。個人的には、F-35 ライトニング 2B 戦闘機の運用実績も加味した上で、本格的な航空母艦を建造して備えるのか、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦を建造するのか、いろいろなパターンで次の空母について積極的に検討してほしいと思うぜ。そうなると、現在の日本国憲法に定められている攻撃的兵器の保有禁止の原則と、どのようにバランスも取りながら計画するかが課題になってくるけど、中国とプレッシャーは今後も続くことが予想されるわけで、護衛艦出雲加賀の存在をしっかりと活用しつつ、次の一手を見せ続けることが国土の防衛には欠かせないと思うよ。攻撃的兵器の保有ではなく、攻撃を抑止するための抑止兵器としての空母。このような考え方を柔軟にしていってもらえると、国民も安心できると思うんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。
よかったら、チャンネル登録してね。